血縁淘汰3回目なんですけど、疲れてるね。いやだいぶ。いやいや、そんなことないです。お疲れじゃないですか。いやいやいや、そんなことないですか。そんなことないですよ、はい、疲れてないですよ。あの血縁淘汰、血縁淘汰の時間がやってまいりました。あのですねこんなふふ言ってますけども、はい、今までもう疲れちゃいました。疲れちゃいましたね、はい、今回ね話そうと思ってるのは、まあ、前回の続きと、うん、分かんなくなっちゃったっていう話を、ね、最後にして分かんなくなっちゃった。あの、はいはい、ちょっと皆さんもうちょっと僕に勉強時間くださいっていう話をちょっとしようかなと思っております。前回の続きの話を少しすると、うん、まあ、前回は血縁度と包括適応度っていう考え方で、うん、まあ、血縁淘汰っていうのが起こりうるんだぜと、うん、いう話をして、で特に血縁淘汰とかで協力行動とかね、まあ、その血縁関係者に対する協力的な行動、利他的な行動が、うん、起こる条件みたいなのでハミルトン則っつってね、ハミルトンの法則みたいなのをね、はい、紹介してたわけです。で、まあ、最後のちょっと多分終わり方は確か、まあ、とはいえ、うん、結構その血縁淘汰が起きてますせとか、ハミルトン則がこれ優位に働いてますせみたいなことって結構自然界で、うん、厳密に調べるのって割とむずいよねみたいな、うんうんうん、まあ、話がこんな話がありましたね、はい、理論としてあるね、でも実態としてそうなの本当にみたいな、うん、とかも実例をねちょっと交えながら、うん、本当に血縁淘汰起きてるっぽいねと、はい、やっぱりまあ理屈に合ってそうだねみたいな話をちょっとね、うん、していきたいと思ってます、うん、まあ、今じゃあ慶喜が本をめくっている間に、はい、まあ、なんかこう振り返りをすると、前回あれですよね、血縁度という、はい、まあ、話しましたね、があって、子供が自分の2分の1で、うん、でその兄弟の子供はあの自分の遺伝子を4分の1は持ってる可能性があるみたいな、はい、いう話だったんですけど、そういう血縁度の考え方をして、はい、隣のグループは兄弟だから、うん、そこまで包括して適応度を考えるようにすれば、うん、助け合いができるよねみたいな感じで血縁淘汰が働くと、そうですね、いうような話でしたね。そうです。で、それでハミルトン則っていうのがあって、うん、まあ、いわば投資ですよね。その、まあ、そうですね、1万円を払って3万円キャッシュバックが来ると信じてるから投資を行うみたいな感じで、うん、あ、いいですね、自分が溜め込んでた食べ物を兄弟とかにあげることによって、うんうん、遺伝子が残る期待値が、まあ、その食料1個分よりも多く伸びるという状況であれば、はい、血縁淘汰が働きうるよというのがハミルトン則、まさにでしたね。ございます、はい、前回話したハミルトン則の式を見るとですね、うん、RB 引く C が、まあ、ゼロよりでかいときっていうことなんですけど、これ要はまあもちろんベネフィットとコストのことだけ考えると、ベネフィットがでかければでかいほど起こりやすいし、コストが低ければ低いほどいいんだけど、うんうん、もう一個やっぱりこの R 血縁度もすごい大事でさ、うん、はい、血縁度が低ければ低いほど B がちっちゃくなっちゃうから、あのかけられてるから RB が低くなっちゃうから、うんうんうん、これまあ逆に言うとこのハミルトン則が成り立つとしたら、血縁度が高ければ高いほど、うん、まあ、いろんなその協力行動が起きやすいってことを示唆してる。あー、なるほどね、わけですよ。そこが足し算じゃなくて掛け算になってる、はい、なってるからっていうことですね。で、ですね、まあ、いくつかちょっと血縁淘汰の実例でね話したいのがあるんだけどね、うん、順番2番目にしようかと思ってたけど、なんか個人的にお気に入りの事例があるんで、これ最初に話しちゃおう。あー、いいですね。玉ほこりカビ族という、ほこりなの、玉なの、ほこりなの、カビなの、ですね、カビ、カビでもない、カビでもないの玉ほこりカビ族でカビでもないの、カビでもない、ですね、玉ほこりカビの仲間はですね、はい、まあ、深核生物なのか、深核生物のね、うん、これね、これむずいな、何の仲間とも言いづらいなんてんだ、ですね、まあ、あ、このさアモンね、このさアモンの仲間というかそういう種族になるのね。先生、本当ですか、うん、大丈夫ですか、本当に僕はピンときてませんよ全然。あの、このさ書いてありますね、このさアモン、このさアモンってあれですね、あ、はいはいはい、あのおなじみのね、おなじみのこのさ、ね、おなじみのこのさアモンね、ウィキペディアにリンクすらできていないこのさアモンですね、はい、ウィキペディアに載ってないってことは多分メジャーじゃないということだと思うんですけどまあこのさ、しかも門レベルですかね、え、門でさしかもアメーボゾアモンとこのさアモンの中下に同金カモンってあるよ。なんすかね、ちょっと待ってね、これそう門を3回くぐりましたね今。まあでもそういうのがいると、まあいるんすよ。で、うん、こいつね面白い生態で、僕も全然知らなかったんですけど、玉ほこりカビ、玉ほこりカビ、うん、こいつらね基本はね、まず通常は、うん、単細胞生物として生きてるんですよ、うねうね、普通は、普通は、うん、細菌とかを食べて、うん、
細胞分裂するっていう、まあ、生き方をしてるんですって。でもですね、こいつらが食べ物とかがなくなったりとか、うん、ちょっと環境厳しくなったなと思ったらですね、アメーバ上で単細胞生物生きてたやつらがわーってみんなで集まってきてですね、へー、まるで一つの多細胞生物かのような、はい、ナメクジ状とか書いてありますけど、なんか一個の集団を作って動き出すようになって、スイミーじゃん、まあもうスイミーですね。でもっと面白いのが、その後最後は胞子を飛ばすんですけど、うん、ナメクジ状なんてやつらが胞子を作るモードになってですね、うん、土台になり茎ができて、はい、上にその胞子を飛ばす軍団ができて、はいはい、またこういうなんかキノコみたいな感じですね、うんうんうん、みたいになって胞子をファーって飛ばすと。へー。でその一個一個の胞子が、まあ、アメーバ状で単細胞生物生きて、うん、っていうのを繰り返すという。え、何それ、面白い。こんな生き物がいるんですって。僕も全然すみません、昆虫とかしかばっか知らないから。あれさ、合体ロボみたいな感じでさなんかあれもさ、はい、そう、右腕のパーツのロボが左足になっちゃダメじゃない？ダメです、もちろんダメです、ね、はい、でもそれでさ、こうアメーバがこういっぱい合体してナメクジまでになってさみたいにな、まあまあ状になって、うん、それなんか、あ、俺茎行きますみたいな感じでこう伸びてってそうそうそう、すごいよね。これすごく面白くて、うん、何が血縁淘汰に関係あるのかっていうと、うん、これ要は最後のこの胞子飛ばすタイミングの方考えるとまさに言う通りで、みんなで集まってくるじゃないですか。でそれぞれが、まあ、ある種個体だったわけですよ、うん、土台になるやつと茎になるやつらは、うん、胞子飛ばせないんですよ。自分のコピー飛ばせないじゃないですか。いや、そう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 、胞子係になったやつらだけが飛ばせるんですよ、うん、これって下のやつら超利他的じゃないですか。めちゃくちゃ利他めちゃめちゃ利他じゃないですか、うん、っていうなんか、まあ、まあ面白いじゃないですか。でこういうような利他は働くとしたらやっぱり血縁淘汰なのかなって思う、うん、血縁淘汰以外のさ、前言った副産物の利益とかはさ、なんか自分の適応度を下げてでも他の個体を助けようとするみたいな利他行動って、はい、基本やっぱ血縁淘汰が一番第一候補になってくるわけですよ、うん、この働いてるメカニズムを考えるとすると、うん、で今言ったような、はい、玉ほこりカビのような、その自分が茎になってでも、自分が土台になってでも、うん、別の個体が遺伝子を飛ばすの手伝うぜみたいなのをありうずしたら血縁淘汰がありえそうだなって思うし、うん、こんなことできるんだったらよっぽど血縁度高いなってハミルトン則から考えるとそう想像できるわけです、予想できるわけですよね、はいはい、で実際血縁度をね調べたんですって。そういう、おお、すげえ、どうなるかってことを、まあ、実験で、うん、まあ、2家族のでいいか、2家族の玉ほこりカビの集団にランダムに、はい、うん、一緒の場所に住まわせて、その後胞子を作ると、うん、したら、これもしランダムにさ動き回ってたらさ、血縁度はどっちもランダムだったら 0.5 の胞子体ができる気がするんですよ、はいはいはい、ごちゃ混ぜだから、うん、で半分だけ家族だからね、うん、ってことはもしこれが血縁度とか働いてると説明するなら 0.5 以上の血縁度がないと、うん、はいはいはい、血縁者のためにやってるとは言えないんですよ、うん、ただランダムにやってるだけですって言えちゃう。その胞子体の血縁度を測ったら平均で 0.8 ぐらい血縁度高いあったんですって、うん、はい、だから要はランダムに置いてもアメーバ状になってその後手術を作るっていう時に集まる時には血縁関係をおそらくこいつら何かで判別して血縁度が高いやつらだけで集まって胞子を作ろうと思おうとしてるってことが分かったんですよ。へ、逆に言うと今回のこのみんなでなんか土台になるとか、うん、茎にあるみたいなのは利他行動はおそらく血縁淘汰の結果起きてるんじゃないかというのが、まあ強く示唆されると。そう、なんか間違って入っちゃった2割のやつはなんかあー間違えた、あーこっちじゃなかったみたいな、 あるのかね、わかんないけど、あれでも間違えたけど俺胞子になれたみたいな感じあ、ワンチャンあるかも ねなるかもね。結果的にはそうかもしれない、わかんない、もしかしたら調べたらなんかその中で合わさったりするのかな、うん、集まったけどこいつなんか違えぞみたいな、そうそうそう、ちょっとわかんないけど、お前土台だよみたいな感じになるかもしれないで、なんかまあそういうのがあるかもしれないけど、まあ、少なくともやっぱり集まる段階で、うん、それなりに血縁度が高い状態になって集まってるから、このような利他的な行動が進化し得たんだねと言えそうだと、うん、はい、いうのがまあ一個ちょっと、うんうんうん、いきなり原始的で面白いちょっと例を出しちゃいます。そうだね、まあ、何らかの方法っていうのは今のところなんかこう分かってないのかな、あんま、こうですみたいな、一応ねこの玉ほこりカビは自分の血縁関係がどうかという周りのやつを判断する遺伝子が、うん、この遺伝子じゃないかと示唆する研究はあるらしいです。だからまあある程度当たりはついてるんだ、そういう遺伝子があるんだねっていう、血縁関係を測る遺伝子があるんだねっていうのは分かってほうほうほうではいるということらしいです。もう一個あるのがね、七面鳥
俺もね、野生の七面鳥の生態とか全然知らなかったもん。七面鳥って言ったらね、もう野生の七面鳥なんて誰が見てるんだよ。七面鳥って言ったらもう食べ、うん、ね、食べるイメージしか、もう焼き上がった姿しかもう僕見ない。そうですよね、なんかアメリカの大統領が毎年なんか恩赦出してるイメージじゃないですか、七面鳥に。なんか七面鳥に恩赦、恩赦出してませんっけ、あれ。なんか出してるイメージが、すいません、ちょっと勉強不足で聞いたことなかったけど、あ、ごめん、なかったらすいません。なんかイメージあるんですけど、野生の七面鳥いるらしくて、まあいるんでしょうね。まあまあまあいるでしょうな、まあ、いるでしょうね。七面鳥って常ではないんですが、うん、まあ、時々ですね、オスのペア、オスが2匹で、はい、うん、まあ、連合って書いてますけど、まあ、ペアを組む、うん、組んでですね、一緒にメスにアプローチするという行動を取ることがまあ知られてるそうです。で、客引きみたいな感じかな。そうかもね、なんか2人で行った方が派手だからとかなのかな、ね、で、こ2匹行く時の七面鳥は、オスのペアはユーイオスと、まあ、レツイオスで、うん、がもう区別されてて、はあ、ペアになった時 100% 優位なオスが交尾するんですよ。まあまあまあでしょうね、まあまあまあでしょうね、なんですけど、でもですね、不思議なのが、このレツイオスはペアにとどまってると絶対できない、うんうん、ですけど、普通だったらさ、抜け駆けしてやるのを狙ってるとかあるんですけど、うん、はいはい、レツイオスになったらね、なんかずっとレツイオスのままっぽいんですよ。だから繁殖しない、へえ、みたいな行動を取るらしいんですよ、うんうん、ペアを作ってると、うん、ペアの列位オスは全然交尾できない。へえ。他にもね、共同で求愛するやつとかいるんだけど、いろんな理由があって、結局だから、その自分が成長しきったら、その優位オスを追い出して自分が交尾しようとするとか、うんうんうん、いろいろそういうのがあったりするんですけど、なんか七面鳥は全然しないと、列位オス。へえ。で、そんな協力する必要あるんかと、うん、結構な利他的なことをやってるよと。いや、そのついてく意味が分かんない、ね、そう、ついてく意味が分かんないです。お前も一人で出てって交尾とかを求めればいいし、うん、なんなら自分が優位になれるようなオスとペア組んでやるとかすればいいのに、ずっと残り続けると、なんかそのペアとして、これじゃあなんでかな、血縁等と働いてんのかなって、うん、まあ、超調べた研究があって、コストとさ、ベネフィットのさ、うん、計算難しいみたいなんだけど、うん、まあ、これちょっと推定値として結構ちゃんと出してて、へえ、あ、それだ、出るんだそれ、うん、ちゃんと数値として。まあそれこそあれですね、適応度のみを一回考えてみたってことですね。いろいろあったかもしんないけど、要は優位オスが結局何匹の子供を残せたか、はい、劣位オスが結局何匹残せたかみたいなのを見て、うん、まあ、どのぐらいベネフィットがあったか。これで言うと、優位オスは劣位オスの手助けを受けてるので、うん、平均の七面鳥の子供の数より増えた分あれば、うん、それが受けた利益と見ることができると。はいはいはい、逆に劣位オスが平均より、まあ、少ないんですけど、うん、少ないその差が投じたコストとまあ見なせるでしょうと、はいはいはい、って言えるでしょうということで、うん、まあ、大体推定で出したんですよね。血縁度も調べました、うん、血縁度も調べたら、やっぱり七面鳥はさっき言ったようにランダムでどのオスとでも組んでんだったら、うん、血縁度っておそらくゼロに近い、うん、ことが多いと思うんですよ。平均取ったら多分 0.001、うんうん、大体赤の他人でしょうから、七面鳥はね、ほとんどがってなると思ったんですけど、やっぱり血縁度を調べると、組んだ同士の血縁度は 0.42、うん、へー、だからまあまあほぼ 0.5 だから、まあ、ほぼ兄弟。兄弟連れてくみたいなもんなんだ。ほぼ兄弟。0.2 0.8 の差は、まあ、ちょっと違うタムのがいいやつがたまにいたんだろうね。うんうん、けど、まあ、ほぼ兄弟を選んでると。へぇ。で、ほぼ兄弟がペアを組んでると。で、ちゃんとやっぱベネフィット、ユーヨスの平均で産める子は、うん、他のそのペアを組まない単独のオスが産む平均よりも 6.1 ぐらい多く。へぇ、まあ、子供産めたんだろうと。産めましたと。逆に、レツイオスは、これも本当平均よりも 0.9 匹か、まあ、約1匹分少ない子供しか産めなかった。じゃあそのレツイオスの平均が、例えば2とかだとして、まあ、2匹産む、平均2匹、はいはい、2羽産む、平均2羽として、はい、レツイオスのコストは2羽だったのが1羽になっちゃったから、コストは 1羽分コストだったった、ね、で2羽だったのが6羽に増えたから、ベネフィットは4、うん、ってことかな。あ、違う、ごめん、差が6だ、ごめん、差が6か、だから8になったってこと。8になったんで、2が1だから、まあこれか、1からこれは、そうですね、1しか 1下がったってことで、へー、ってことはまずベネフィットが6あります。ベネフィット6、6かける 0.42 だけど、まあ 0.5 にしましょう、一回ちょっと楽にするため、うん、まあ3ぐらいで、3ぐらいになりますと。でコストが引く、1なので、うん、2なので0より大きい、ハルミトン則成り立ってますね、うんうんうん、あ、やっぱりこの行動は血縁淘汰の結果かもしれないね、というのがまあ示唆されたというのがあって、あとごめんなさい、ちょっと僕冒頭の七面鳥の生態もしかしたら誤って言ったかもしれない、あのあれでした、ペアを組んで劣位オスだったやつは、うん、その後優位オスがいなくなったら、うん、単純に単独オスとして
行動するそうです、はいはいはい、自分が積極的に優位なペアのオスになろうとはするわけじゃないっていうだけでした、うんうん、一生そのまま独身を貫くというわけではなかったです、はい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 、ただその期間無駄じゃんっていうことですよ、うんうん、ずっと単独オスの方がいいのに、あ、どうだったらっていうことです、ね、だからあれでしょ、ごめんなさい、はい、泣いた赤鬼でさ泣いた赤鬼、まさかの例えが、うん、はい、あの青鬼が烈鬼で赤鬼が優位鬼みたいな感じで、はい、あれどっちがどっちだ、ね、赤鬼が心優しくて人間と仲良くしたい、はい、あ、青鬼が こう襲うから赤鬼くん退治してくれと、これ烈衣鬼と優位鬼ですよね。そうですね、はい、そうですね。でこれで一通り終わった後優位、はい、鬼がそこに残って、はい、烈衣鬼は解散するじゃないですか。はいはい、しますね。でも君とは仲良くできないよみたいな感じで去ってて、泣くから泣いた赤鬼じゃないですか。そうですね。でその後この烈衣鬼としての青鬼は、はいはい、あの違う村に行って、はい、またこう単独で人間と仲良くしようとするっていう、これ七面鳥的な青鬼ですよね。そうかもしれないですね、はいはい、まあ、すごい例えが出てきていいな、俺も七面鳥じゃなくて泣いた赤鬼と例えられたいなあと一個だけちょっとね紹介したいのが、うん、利他行動って、うん、なんか積極的にそのなんだ助ける感じの、はい、行動なんですけど、もう一個あり得る利他行動として、うん、自分の利己的な行動を控えるようになるっていう利他的な行動もあるんですよ、うん、何も考えなければ横暴にするんだけど、それをちょっとこの人にはやめようってしたら、うんうん、まあ、相対的に利他というよりは反利己みたいな、まあそうですね、うん、はい、非利己か、まあ、そうですね、あの相対的に利他的なことをしているという行為もあり得ると思うんですよね、うんうん、はい、でアリゾナタイガーサラマンダー、はい、サラマンダーですね、サラマンダーですね、はい、まあ三将の仲間ですよ、うん、生まれますね、うん、妖精のタイプでは出るんですけど、この妖精がね成長していく過程ですね2種類に分かれるんですって、うん、1つが、まあ、主に普通に他の昆虫とかを食べる、うん、普通タイプ、はい、ともう1つがですね同じ種の仲間を食べやすいような口の構造と体の構造を持つ、へー、共食いタイプっていうのが、共食いタイプ怖すぎだろ、出てくるんですって2種類分かれてくるんですって、そう、どっちかなんだ、どっちからしくて、基本的にはやっぱり同種の仲間の密度が高くて、うん、餌が少ない時にやっぱり共食いタイプとか出やすくなるそうです。へー、そういうのコントロールされてるんでしょうね、遺伝子でね。なんかそういう SF 小説とかの設定でありそうですね、なんかおそういう人間をこう食べることを義務付けられてしまった人の話みたいなの、ね、SF で結構ありそうですね。なんか確かに疎まれるけど、でも体のも構造もそう、食べずにはいられないみたいな、ね、いやでも本当そんな感じですよ、すごいよね、共食いするために特化するモードになるんですって、ね、うん、でこいつらが普通バージョンと共食いバージョンが出てくる頻度みたいなのが、うん、血縁度によって左右されるのかっていうのを確かめた実験がありますと、あ、はいはい、まあ、要はこれ何が確かめたいかというと、例えばですけど密度が高ければ共食いタイプが出るって言ったんですけど、うん、密度が高くてもその密度高いのが血縁者が多かったら、うんうん、ハミルトン則だけとか、あの包括的用度から言うと兄弟を食うってことはある程度のコストもあるんですよ、うん、やっぱり、はいはい、払わなきゃいけないコストが 0.5 人分産んだのと実質同じだけのメリットを入れられなくなるので、うんうん、でもそれを上回るほど、それでももう飢餓状態だから生き延びた方がいいとかいう時に共食いが多分起きてると思うんですけど、うんうん、もしその血縁淘汰みたいなのが働きうるんだとしたら、もし周りが血縁者ばっかりだったら、うん、共食いタイプが出てきづらくなるみたいなことが起こりうるんじゃないかってことを確かめようとしたんですよ、うんうんうん、はい、そしたら、まあ、結論からするともうそうなったみたいで、へー、要はその同じ密度で、うん、同じ兄弟ですね、同じ父親と同じ母親を持つ兄弟だらけの水槽と、まあ、混合ですね、兄弟もいれば全く違うのもいるっていうので、うん、血縁度をちょっと高めのと薄めので分けてやったらですね、密度は同じなんだけど兄弟が多い、はい、だから血縁度が高い方の水槽でしかも密度が高い状態で、うん、共食いタイプは 40% のタイプが共食いタイプになりましたと、うん、で兄弟とかいろんなのを混ぜてる方は 80% 以上だな、90% 近くは共食いタイプ、共食いタイプ出てきすぎだって、まあ、だからそういう条件したんでしょうね、あ、しやすい条件だから密度超高くし餌もあんま与えなかったんでしょうね。へえ。でしたらそんぐらい差が出たと、 50% ぐらい差が出たと、これは明らかに血縁関係が関係ありそうじゃないですか、うんうん、それ以外のところちゃんとコントロールした実験なので、で続けて、うん、次にそのじゃあ同じ血縁者なんだけど兄弟だから2分の1、血縁の2分の1の個体と8分の1のいとこ、どっちも血縁者じゃないですか、はい、
でも血縁度はちょっと違うわけじゃないですか、うん、でそれを混ぜて共食いタイプがどっちを優先して食べるかっていうのを確かめたところ、いとこが食べられる確率は 60% ぐらいだったと。結構あるね。兄弟は 20% ぐらいしかなかったと。へえ、ちゃんと分けてるんだ。そう、差があって優位に違うね。優位に違うんですよ。でこれがですね、いろいろ分かってなくて、うん、血縁識別をどうやってしてるかとかも多分研究中かなですし、うん、あとは中には陽性の中の一定の割合でおそらく血縁関係とかを全く気にしてないやつらもいたっぽいんですよ。ランダムにもう目に入ったもの全部食べるみたいな。そうそう、目に入ったもの全部食うやつもいた。へー。だから識別するやつらが多いんだけど、識別しないやつらも一定数いたりして、なんかそれがまあどこで違ってくるのかとか、うんうんうん、なんかちょっとそういうのはまだ分かってない部分とかあるんですけど、少なくとも血縁関係を分けるだけでこんなに優位に差が出るのは、うんうん、血縁淘汰も働いてるし、どうやらこの詐称は血縁を何かしらで見分けてるっぽい、うん、兄弟関係を見分けてるっぽいということが、ね、なんかちょっと似てるとかね、うん、まあいろいろあると思いますね。この顔のピラピラの部分が、うん、あいつ5本だけどこいつ6本みたいな、ね、あ、そうそうね、あるかもしれない、ね、いや、あるかもしれないですね。やっぱ見た目匂いとか、うん、そういうもんが多いのかな、やっぱりだと思いますね。ということで、はい、まあ一旦血縁淘汰という考え方がありまして、うん、実際そういうのは働いてそう、理論的にもありえそうだし、うんうん、実際も働いてそうだなと。いや、なんかゆる生態学ラジオで久しぶりにあのいろんな種の何生態生態行動、生き物、ね、生き物行動が出てきた気がする。なんか今までヨシノブネズミみたいな、なんか意味わかんない動物そうでした、ね、架空動物しか出てこなかったけど、そうでした、ね、今回久しぶりに玉ホコリカビとかなんか出てきたね、はい、そうですね。ちょっと僕の構成上単純なモデルでは成り立つし、実際複雑な自然界でも成り立つよって言いたかったんで、ちょっとそういう感じになっちゃったんですけど、うん、やっぱ実際の生き物の話するのが面白いですよね。やっぱね、面白い面白い。玉ホコリカビすごいよね。玉ホコリカビすごい、すごいよね。なんかこんなんがねちゃんとしてんだとか思うんですけど、ね、でね、こっからがね、ちょっと僕あのもう一旦雑談タイムになります。あの、はい、謝罪したくて。何ですか。僕はね、あの前回ぐらいかな、あのあ、いつだ、軍統太の第3回で、うん、僕は次は血縁淘汰を説明しますって言ったんですよ、はい、で多分ですね、ちょっと僕の記憶が正しければ、その時にハチとかアリとか、うん、そういういわゆる新社会性と言われるような生き物たちってすごい特殊なことをしてて、はい、まあだからアリとかハチって社会性昆虫とか言われたりしますよね、うん、います、はい、うん、であいつらの特に新社会性と言われるのはの特徴は、うん、不妊の個体とかがいるんですよ。ああ、はい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 、まあ働き蜂とかね、うん、妊娠しないってもうもはや適応度みたいな話すると、包括適応度じゃなくて個人としての適応度だけ見るとゼロなわけですよ、はい、もう生まないから個体適応度はゼロですね。ゼロですよね、うん、なので、あの、逆に言うと遺伝子残す手段はだから包括適応度で考えるしかないんですよ、うん、でね、よくその説明されるんですよ、はい、蜂とか新社会性の生き物たちもこの血縁度の話と、うん、包括適応度で説明するんで、はい、うん、僕はそうだと思ってまして、うん、あの、僕があの軍統太第3回言った時点ではまだ台本作ってないけど、まあ多分ハミルトン則とか、うん、包括適応度とか血縁度の話したら自然と新社会性の説明をできるだろうと踏んでたんですよ、うんうんうん、そしたらですね、やっぱ新社会性はそんな単純な話でもないらしくてあれですね、はいはい、どっちかというとあれですね、新社会性、まあ、蜂とかアリとかも含めて、あと裸デバネズミとか、うん、あとはシロアリとかもね、ちょっと蜂とかとまた別のメカニズムで新社会性ができてるっぽいんですけど、血縁淘汰だけで説明するには足りなさそうなんですよ。へえ。ハミルトンの法則を唱えたハミルトンさんも、うん、自分のこのハミルトン則とか包括適応度の話をした時にやっぱりそのアリの説明をしたんですよ、うん、僕の考えだとアリはこうだから、はいはい、こういう説明できるって言って、それは確かに一定そのなさそうではないんですよ、うん、で実際あると思われます。ちょっとこれはもう今回説明しないけど、うん、アリとかハチは販売数制とか言って、何今日販売数制、はい、倍販売数制、半分の半に倍数、うん、あの 倍, にあ 倍, 数あ倍数制とか言って、オスとメスの決定の仕方が特殊なんですよ。まあ、ちょっとだけ言うと、ハチももちろん僕らと同じ基本は2倍体で2つ の,、うん、あの遺伝子を持ってるわけですよね、うん、で有性生殖するときはもちろん原数分裂して、うん、でオスからも1個もらってメスから1個もらって、うん、有性生殖してってなるんですけど、ハチとかアリは有性生殖で2つ持ってる2倍体のやつらは絶対メスなんですよ、うん、へ、でオスはどうなるかというと、
女王蜂が原生分裂するじゃないですか、うん、原生分裂って1本のままだから未受精卵のまま成長するとオスが生まれてくるという特殊な事例がありまして、こうなるとですね、母親から遺伝子をもらう確率は子供がですね、まあ、血縁では2分の1なんですけど、うん、子供から見てお母さんの持ってる2つの遺伝子のどっちかをもらうっていう意味では子供はお母さんの遺伝子のうち半分をもらえる、2分の1ですけど、お父さんの遺伝子はもう選びようがないんですよ、1個しかないから、うん、原生分裂しないんで、したらもう別の生き物になっちゃうんで、そのままもらうんですよね、うん、ってことはですね、これあの兄弟がもらう遺伝子、うん、お父さん以外の遺伝子は絶対一致するんですよ、あーはーはーはー、兄弟もお父さんが1匹だと仮定したら、はい、そうなんですよ、うん、で違うとしたらお母さん由来の遺伝子が違うだけで、はいはい、兄弟たちはお父さん由来の遺伝子は絶対一致になるので、うん、これ、ね、血縁度がね、普通僕らって兄弟だったら2分の1って言ったじゃないですか、これがですね、あのだから4分の3になるんです、4分の3になる、ね、0.75 になるんですよ、はい、だから子供を産むと2分の1なのに、うん、兄弟が生まれると4分の3の包括的用度になるっていう、うんうん、異常事態が起こるんですよね。だからミツバチとかは働きバチはその兄弟を助けていく方に動いた方が自分の遺伝子を残せるからねっていう説明がよくされてるんですよ、はい、触りだけ、はい、でもどうやらですね、うん、まあ、ハミルトンさんもそう言ったんですけど、現実のミツバチを見るとそれだけで説明するにはちょっと足りなさそうならしいんですよ。なるほど、奥深いね。奥深くてですね、僕はだからここで終わろうとしたんですよ、はい、だから新社会性はとか言って岩崎ハミルトン作のね、血縁度上がれば、まあ、要はどんどん手助けすることって起こりやすくなるじゃないですか、うんうんうん、で8は 0.75 じゃないですか、で裸デバネズミだったら、うん、あれは僕らと一緒で2分の1なんですけど、うん、近親相関を繰り返すってことで血縁度が高くなってるっていう状態ができてるんですけど、ね、これも血縁度高いじゃないですかって、もう全部一括で説明しようと思ったんです。そしたらね、どうやらそんな簡単じゃないですか、ね、目論見外れっていうのをね、勉強してもう分からなくなっちゃいまして。いやでもいいですね、なんかそれでこう曖昧に、はい、まあやるのも手ですけど、はい、一旦ちょっとここでね、うん、あのいつかやるという予告だけさせてください、はい、新社会性自体は絶対面白いから、まあそれかこうね、何なんか一回やる眼識のある、うん、あーね、方を呼んで、ね、それもありだね、ちゃんと教えてもらう、血縁淘汰が働いてないわけじゃなさそうなんだけど、うん、これもね難しいみたいなんですよ ね、 なるほどね、いろんな、でもこうなったらこういう、まあだから圧力かかりません、うん、でそしたら成り立ちませんよねとか、うん、でも現実そうじゃないですよね。例えばさっきの話で言うとミツバチってさっき言った前提がさ、うん、1匹のオスと交尾してたら、うん、血縁度めっちゃ高くなるんですけど、ミツバチってね平均でもね10匹ぐらいのオスと交尾してるんらしいから、血縁度実はそんなに高くない説とかあるんですよね。へ、まあ、母親由来は一緒だけど、うん、お父さんが違うから、まあ、2分の1より下になることが多いとかね、うんうん、だったらそれなんかハミルトン則ハマるんだっけとか、うん、なんかそういうのとかがあるみたいで、ちょっと勉強中です。だから新社会性シリーズ第8回みたいな、ね、全8回みたいな、ねえ、なんかね新社会性も面白かったですよ。なんかシロアリとかもまた別の、ね、シロアリはね血縁淘汰のメカニズムが働いてるってことを実証したっていうのがなんか2013年のなんか京都大学かどっかのプレスリリースかなんかで出て、なんかでも割と最近ですよね、シロアリなんて本当にまだまだ研究途中なんですね、うん、やっぱね証明するとかが大変なんだろうね、やっぱ血縁淘汰が働いてますってっていうの、新社会性ないか否かは観察すれば分かるんですけど、この新社会性が成り立っているメカニズムを解き明かすのはやっぱむずいみたいな、うん、シロアリでさえ、あんな有名なシロアリでさえ割と最近血縁淘汰が優位に働いてるというのが分かったとかいう感じで、で新社会性の生き物もねちょくちょく見つかるんですよ、新しいのがなんかね。あ、そうなんだ。エビとかにもいるらしいですし、エビにいるんだ。あとはそのもっと原始的な生き物とかでもいたりとかしたりするらしくてですね、うん、でさっきの裸で目立つって哺乳類もいるでしょ。だからもうね、少なくとも包括的用度を説明すればこいつら全部説明できるってことは絶対ない、うん、のでちょっと新社会性の勉強は後にさせてくださいっていう、うん、ギブアップ宣言をちょっと。大丈夫、多分誰も期待してないからだからね、勉強してるとね楽しかったですよ今回。あの僕ね第1回でもすいませんね、今回の血縁淘汰第1回も適用度の定義があっち行ったりこっち行ったりしましたけど、適応度なんてページ開いたら最初に載ってるし、うん、そんな序盤なんだ。分かった気になって読んでたんですよ、なんとなくで、まあ読み解けるわけですよ、うん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 、まあ、こういうコードは適応度が高くなるから、そうだね、まあまあまあみたいな
漢字で読み解いてたんですけど、改めて適応度を説明しろって言われた時に、さっきのあれ世代とかって どこでカウントするんだっけとか、うん、ちょっと言ったじゃないですか。子が成熟するまで死ぬことは、うん、親の責任と見るべきか子の責任と見るべきかみたいなとか、そもそもね、なんかね、難しい本に適応度のことが書かれてなかったりするから、もうこうなんか適応度っていうのが先に出てきたんだよね、歴史的に、うん、適応度が先にあって、それを拡張させたのが包括適応度なんだけど、包括適応度まで学んでみたらさ、もう包括適応度だけ学んでもさ、うん、問題ない気がするというかさ、あ、はいはい、そう、なんかだからなんか適応度ってちょっと古い概念なのかとかいろいろ考えちゃったりして、もうわっけわかんなくなっちゃって、わけわかんないまま迎えて、昨日サポコミに僕はね、あの弱音を吐いてから今回来たんですよね。もう収録もう来るけど俺にはわかんねえみたいな遺書みたいなのを残してサポコミに今回収録しに来たんですけど、誰も慶喜からこんな難しい話を聞きたいとは思ってないですよ。さっきの玉ほこりカビみたいな、ね、はい、不思議だよね、あれね、面白い、あれ面白いね、こんな面白い生態があるんですよっていうのだけで、玉ほこりカビ面白い、玉ほこりカビ面白いね、面白い。そうだね、ちょっと今回ね、あの申し訳なかったし、なんか軍刀太の話を始めた時からね、真面目な話しなきゃモードになっちゃってたんですけど、いろいろボロあったじゃないですか、見た方分かると思うんですよコメントでもいっぱいあって、もう確かにと思ってうなずいてたんですけど、この説明こっちの説明の方が分かりやすくないですか、なんでこの例出したんですかとか、なんかあれ俺がなんか面白かったな、うん、なんでその1ヌーとかってやったのに 0.5 ヌーって出したんですかみたいな、ね、あれは説明しましょうかすごい合理的な理由があって、ワーディングが面白いからあれちょっと面白かった、ワーディングが面白いから、いや、人笑い欲しかったから 0.5 ヌーって使っちゃいました、すみません。そりゃそうですよね、同じ資源いや、ヌーとウサギってもう質が違うんだからみたいなことで、まあ、だからまあ同じ肉の量で比べた方が良かったかもしれないですね。いや、それは面白かった。すいません、あれはワーディングを面白くしたかったっていうだけです。多分チータがヌー食うのかとかいろいろあると思うんですけど、 0.5 ヌーって響きがいいなって思ったんで 0.5 ヌーにしました、うん、0.5 バイソンよりもなんか 0.5 ヌーとかの方がいいかな。確かにね、うん、なんかそんな感じです。13セステルティウスとかよりもね全然いいよね。なんかあるんですか、セステルティウス単位かなんかあるんですかね。そう、単位が、ね、まあなんかあったんですか。僕もあれ確かアリストテレス界でマケドニアなんちゃらメディムノスだ、ああマケドニアメディムノスとアッティカメディムノスがあって、アッティカメディムノスが今のどのくらいか分かるけど、マケドニアメディムノスはゾウの餌の量の時だけしか出てこなくて、うんうん、何のこっちゃ分からんみたいな、なんかそれもね、そういうとこあるんですよ。なんか面白い言葉言いたいっていうだけなんで、あれはでも本当すみません、あの分かりにくかったと思うんですけど、そういうもんだと思って楽しんでいただければ、はい、あの詳しい方は、あ、なんか慶喜っていう諸学者が勉強して頑張ってんだなと、うん、ちょっと足りないとかなって思っていただければ、生温かい目でいただけて、見ていただけたら、何言ってるか全く分かんないという方は、その分かんないという疑問を与えるのが僕の役割だと思ってですね、うん、何言ってんだこいつと思って、あ、生態学の本を開くとかいうきっかけになればと思って、あえて分からなくしてるという、ね、そんなことはない、そんなことはないだろ、そんなことはないです。カッコつけてバシバシ言いたかった、はい、言えないということでございますね。ぬるっとした感じになっちゃうんですけど、うん、まあ、ちょっとこれからもね、いろいろ勉強していきます、はい、分かったつもりだったけど分かってなかったです、いろいろお願いしますよ、うん、でね、さっき言ったあの玉ほこりカビみたいなね、うん、面白い生態とかをボンボン言ったりとかね、おちょちょがどうだとか言うのが多分僕の本来の役割、うん、言っていいのか分かんないけどかなと思うのでね、ちょっとそういう話をね、うん、これから増やしていけたらなと思っていますので。いや、でも面白いですね、その生物とかさ、はいはい、ってなんか全部遺伝子とかで説明できますみたいな、はいはい、っていう、はいはいはい、あんまり未来がない学問なのかなみたいな感じに思ったんですけど、でもなんかさっきそのいろいろ社会性を持つ動物が見つかってたり、はい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 、それが従来の理論では説明できない生態を持ってたりとかして、うん、なんかまだまだその生態面白い。うん、だからそれでさ、生きてる個体がいるっていうのがさ、そう面白いじゃん。それが面白いんですよ。なんでそういう生態になってんのっていうのが、そうなんですよ。なんかそのうまく説明する、うん、何かしらのメカニズムがきっとあるわけだから、そうなんですよ。なんか面白いよね。そう、面白いんですよ。僕が行動生態学面白いと思うのは、これね、まるで遺伝子で全て説明できるかのように感じるじゃないですか。うん、で、原理はそうかもしれないですよ。大まかな傾向とかは。うんうん、でも実際生きてる生き物たちって、うん、モデル通り動くかって言ったら別に動かないんですよ、はい、大枠動いてるかもしれないけど、うんうん、遺伝子だけじゃ説明できないわけわかんない行動をしたりとか、もう意味のわからない行動をしたり、まあ、それが一つは何のメリットもないかのように見える利他行動をしてみたりとか、うんうんうん、そういうのが実は起きてるし、やっぱ遺伝子だけ考えるとなんかまるでさ、もう遺伝子さえ調べればその人の運命がわかるみたいなさ、うん、なんかそういうのになりがちだけどね、
多分そんなことないんですよ。なぜなら遺伝子以外の変数が多すぎるからですね。そうね。それがまあ自然淘汰で、環境も変わるし、うんうん、環境すべて把握すると多分無理じゃないですか。地球でさえ無理なのに、うん、宇宙船の影響とか考えたらもう無理じゃないですか。無理だね。実はさすがに何光年先にで超新星爆発が起きていて、うん、それが今やっとちょっと降り注いだ結果こうなってこうなってとか言われたらもうわけわかんないと思うんですけど、うん、だからね遺伝子とかで説明しようとするんですよ原則の傾向を、うんけどね決してやっぱり実際の自然界は必ずしもそうはなってなくて、うん、で進化とかもなるで答えがあるかのように見えるじゃないですか。なんか進化ってなんかね適応するっていうからさ、うんうん、ベストの形があるかと思ったら今たくさん種類がいっぱいいるじゃないですか、ね、世の中に、うん、ってことは多分進化の答えがないってことなんだと思うんですよ、うんうん、いつまでも、まあ、ある逆に言うと全部答え正解なんですよね。だからやっぱそれが面白いですよね、うん、遺伝子を調べたりこういう行動生態の理屈を分かれば分かるほど今目の前にいる生き物たちが逆に不思議に見えるなんか、うん、この偶然とかで成り立ってるのがなんか不思議だなってよりなんか分かるなってのがなんか行動生態学の良さかなと、うんうんうん、個人的には思うので面白さの部分を僕は伝えるのがよくなるかもね、うん、そう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 、理屈の話、理屈の話はちょっと偉い先生来てくれたら、うん、説明してもらいましょう、はい、ガチ生態学ラジオたまにはね、そうだね、できたら嬉しいな、はい、もちろんあの今見てる方で説明したいよっていう方がいたらもうぜひご連絡くださいば、そうだね、はい、もうぜひね、あのまだ清大学とかの教授さんとかからは連絡来たことないので、うん、はい、当たり前だね、はい、先生方から、ね、来たことないので連絡してください。皆さんあのコメントにはあのいろいろとあの好きな動物の名前とか書き込んどいてください。はい、あ、好きな動物の名前とその生態とか好きなのがあれば、うん、いっぱい書き込んでいただきたいなと思っておりますので、次回からまた新しい面白い話とかその後新社会性の話いつか待っててね。バイバイ。ありがとうございました。